ハイブリッド。1、動植物の雑種。2、異質なものの混生物。課長、ここにありました。くそ、もう時間がない。うん、犯人からです。よし、貸せ。ははサメ島だ。見つけたようだ。おい、この爆弾を止めるんだ。この爆弾は俺が作った芸術だ。嫌だね。この時間がありません。課長、我々で止めましょう。できるのか。ここの3本のリード線のいずれかを切ればきっと爆弾が止まるんじゃないかなと思います。やってみら。でもしくじるとドカンってわけか。ああ、あんたの新築中の家がな。なんで俺の家が爆発するんだよ。それが芸術だよ。迷惑だよ。ああ、バカ、何してるんだ。任せてください、課長。定年前にこういうのを一度やってみたかったんです。やってみたかったとかそういうイベント感覚はやめてくれないか。やってみるがいい。言っておくが、さらにそのうちの一本は新築中の家とお前の尻、おまけに今お前の嫁が食べようとしているお好み焼きも爆破だ。ああ、なんだそれ。はっ、芸術だよ。ありえんだろう。課長、時間がありません。切ります。ああ、やめろ。ああ、というわけで私は捜査一課からハイブリッド課に飛ばされました。警視庁ハイブリッド課。公務員制度改革を受けて予算の削減と作業の効率化を目的として創設された特殊捜査チーム。各方面の官庁役所から派遣された公務員が刑事を兼任し、刑事にして消防士、刑事にして裁判官、刑事にして自衛隊員などさまざまな職務を兼務する。そして今日もハイブリッド化は何事件に挑むのかもしれない、挑まないかもしれない。なんで定年目前に移動なんじゃ。このエレベーターで地下28階。28階じゃと？本当にあったわい。失礼します。お前が犯人だ。なんじゃ。そうだろう。え、お前が犯人だろ。なん、おい、何の話じゃ。わしは今日から転属になった小泉じゃ。ごまかすんじゃねえよ。いや、何をじゃ。山さん、その人は犯人じゃなくて正真正銘の刑事さん。違うんかよ。千脇踊るか。お久しぶりです、ドンさん。千脇、お前愉快犯をとっても愉快な犯人だと勘違いして取り逃がして、しばらく見ないと思ったらハイブリッド化に飛ばされていたのか。愉快犯なんて紛らわしい呼び方がいけなかったんです。まあ実際愉快なやつだったんで後悔はしてませんが、それよりドンさんもハイブリッド化に。いや、いろいろあってな。しかしお前も相変わらず元気そうじゃな。ええ、今はこのハイブリッド化で課長代理をしています。ああ、それはよかった。で、ここは何なんじゃ。あれ、ご存じないんですか、ハイブリッド化。噂には聞いておったが。公務員制度改革のおかげでいろんなところから役人が送り込まれて、みんな刑事を兼任しているんです。随分変わった連中ばかりじゃが。変わっていますが、なかなかいいやつらですよ。ちょっと紹介しますよ。はい、みんな集まる。彼は最高裁判所でか。その名の通り、最高裁判所職員と刑事のハイブリッド。いや、新しい人なんて最高だ。家庭裁判所でか。まあ、家庭的な人。税務署でかに、自衛隊でか、外務省でかに、気象庁でか。さっきの柄の悪い親父は誰なんじゃ。ああ、山さんですね。うん、名前だけはベテランっぽいの。ええ、山下デカのハイブリッドなんです。そっちの山かね。さっきみたいに怪しいと思った相手を同化するんです。不思議と100人に1人ぐらいの割合で本物の犯罪者に出会うんですよ。わしは怪しいと思ったのかね。最近は公務員だろうがなかろうが関係なく送り込まれてくるんです。昨日も米や野菜、現金まで送られてきました。それ田舎からの仕送りじゃないのかね。あ、でも警察車両は当然プリウス、サイなどのハイブリッドカーを使用していますから。ああ、ようやくハイブリッド感が。ハイブリッドカーは環境に優しく安心安全快適をモットーにしています。さながらトヨタ店のよう。ちなみに今エコチェックなどいろいろキャンペーンやっています。で、この人は先輩デカの小泉道一郎さんだ。よろしくお願いします。今度このハイブリッド化の課長になるそうです。課長、そんな話聞いてないぞ。ええ、小泉道一郎だけにサプライズ人事です。
お呼びでしょうか。ご苦労。尻の具合はどうだ。私は軽い火傷で済みましたが、嫁の方はあれ以来お好み焼きを見ただけで脱水症状になってしまいます。小泉の仕業か。昔からできないグズだった。まったく、小泉のじじめ。それよりこれを見てくれ。大岩行政改革大臣が脅迫されている。そうだ、大臣に恨みを抱く何者かが大臣の娘を誘拐すると脅迫しているらしい。なるほど、それは一大事ですね。いやいや、これはチャンスだよ、鮫島。と言われると？大臣は警視庁に警護を要請してきた。そこでハイブリッド化を警護につけさせようと思う。しかし、それでは心もとないのでは。そこが狙いだよ、鮫島。グズの小泉とハイブリッド化、最高の組み合わせだと思わんかね。なるほど、それは面白いですな。